立憲民主党の後藤祐一でございます。私の地元神奈川でもそうなんですが、抗原検査キットを大変品薄というか、もうマーケットにないような状態になっておりまして、医療機関での検査すらできず発熱外来を閉めるといった事態が発生しておりまして、重症患者ベッドの方での医療崩壊というよりは、もっと入り口のところでのコロナ以外の病気の方も含めたですね、医療崩壊が起きているという状況にあることから、厚生労働大臣後藤茂之君。最近の急激な感染拡大によりまして、需要が急速に伸びております。薬局等における一般販売分で大量の発注があったこともありまして、地域によって一時的に供給不足が生じ、その地域の医療機関等において入手しづらい状況が生じているというふうに認識をしておりまして、そうしたことを目詰まりというふうに考えているということでございます。お医者さんにおいては診療報酬改定が行われて、今年の12月31日から抗原、定性検査については6000円から3000円に診療報酬切り下げられてるんです。3000円しかお医者さん収入ないわけですよ。そうするとお医者さんはこの抗原検査キット3000円以下で仕入れるしかないですよね。で、一方で薬局ではいくらで売ってもいいわけですよ。これ12月31日にこんなタイミングでオミクロンが広がってくるの分かってるタイミングで診療報酬切り下げたのは、これ厚労大臣大問題じゃないですか。対応策といたしましては、国が買取を保証して当面1日80万回分までの増産、これは輸入も含めてですけれども、これを要請しております。先週1週間では490万回相当分程度が生産を輸入をされております。それから医療機関向けはもとより、有症状者に対する行政検査、濃厚接触者で社会機能維持者である方の待機期間短縮のための検査、現在自治体が行っている無料検査の継続のために必要なキット等については優先的に配分をするということで、当分の間診療報酬優先付けと供給のコントロールも行うことといたしております。診療報酬につきましては、その時の時価に応じ、そしてまた資源配分とかいろんなことを総合的に勘案して、診療報酬の改定等は行われております。厚労省の基準でもまず医療機関が優先という順位決めてるじゃないですか。だけど医療機関は3000円でしか抗原検査キットで検査できないんですよ。薬局はいくらで売ってもいいんですよ。全然答えなってないじゃないですか。2年前思い出してください。マスクが足りなくなりました。この時に国民生活安定緊急措置法というのを発動して、買い占めちゃダメですよ、高値で転売しちゃダメですよっていうのをやりました。これ今やるべきじゃないですか。このお医者さんに抗原検査キットがちゃんと行くように、ちゃんと契約をしてね、契約不履行はダメだと思いますよ。これまでの契約している分が薬局に行くと、それは必要なことだと思いますけど、これから先の話かもしれませんが、どっかで貯めちゃってる人はちゃんと吐き出してくださいと。あと、この標準価格以上で売っちゃダメですよと。この、措置法の適用にあたっては、この価格の著しい上昇、あるいは買い占め、そして売り惜しみ、こうした恐れのある事態といった要件が求められています。それに該当する必要があるわけでありますが、この今回のこの検査キットのケースにあたっては、これはこういった要件に該当する状況にはないと認識をしています。優先順位を決めて、一番医療機関当たり前ですよ。で、目詰まりが発生して、それで治ってないから言ってるんですよ。手段があるんですから使ったらいいじゃないですか。実際にどこかには県によってもこれ随分違うみたいなんですよ。この卸の方なんかに聞きますと、神奈川県なんか一番逼迫してる方だと思いますよ。これこんだけ緊急事態の時になんでツールがあるのにやらないのか。4月以降、油の値段が上がっている状況の時に、トリガーって言っても、要はガソリン税なんかを引き下げる形での対応っていろいろあると思うんですよ。というやり方も含めて、あるいは先ほどの補助金を出すってやり方もあるかもしれません。何が効果的なのか、これを政府全体としてしっかり考えた上で、具体的な対応を考えていきたい。総理もこのトリガー税制、つまりガソリンの税金を引き下げる形での対策ということを、選択肢としては含みうるという答弁だったと理解しますが、含めないんですか。含めないなら含めないと言ってください。総理、4月以降トリガー税制、すなわちガソリン税を引き下げる形での価格対策は選択肢としてあるんですか、ないんですか。何が効果的なのか、政府全体として考えたいと思っています。ただ今現在トリガー条項について触ることは考えておりません。以上。後藤祐一君。4月以降です。
ガソリン税を引き下げる形の対策の可能性はないんですか。4月以降について、今の段階でトリガー条項について触ることは考えておりません。しかし、あらゆる選択肢、何が効果的なのかをしっかり政府として考えてまいります。後藤祐一君。まあ、選択肢として否定してないという答弁だと受け止めましたが、できるんですか、本当に。というのはですね、令和4年4月以降、2つ今、選択肢がありました。補助金を出すやり方。補助金を出すやり方は、今年度については500億円、予算がついていて、さらに言うとエネルギー特会に300億円の予備費があって、800億円のお金があります。ところが、この補助金を出すこの予算項目が、令和4年度予算にはありません。ありません。予算項目はないじゃないですか。あるいは、ガソリン税を引き下げるトリガー条項ですね。これ、やり方を多少変えてもいいけども、揮発油税の税収は今まで通り。つまり税収が全部入ることを前提に予算組まれてるんですよ。どっちも令和4年度予算の中入ってないじゃないですか。組めないじゃないですか。総理どうやってやるんですか。経済産業大臣萩生田光一君。日曜日返上で、いろんな知恵を出しながらですね、いろんな対策をしてますので、少なくともご心配のようなことがないようにしていきたいと思います。委員長。後藤君。いや、よくわかりませんね。いや、昨日12時55分にね、萩生田大臣と多田次官と大阪エネルギー庁長官が総理のところにご相談に行ったのは、総理動線ありますから私も知ってますが、総理どうするんですか。これ予算に入ってないんですよ。だけどこの令和4年度予算を審議している今、足元のガソリン価格は170円超えてるんです。予算用意しておかなきゃまずいじゃないですか。両方どっちもいいですよ。補助金をやるんだったら歳出項目に載せておく、あるいは揮発油税下げんだったら揮発油税のガソリン税の税収を少なく見積もっとく。どっちか予算を修正しないとできないじゃないですか。これ令和4年度に入ってからやるなんてダメですよ。今見通しできるんだから。予算がこれでいいかどうか審議してるのが予算委員会なんだから、総理これどっちかあるいは両方に予算修正しないと今言ったような対策できないんじゃないですか。内閣止めてください。内閣総理大臣岸田文雄君。委員のご質問は2つ方法を挙げられて、それができるかできないかというご質問ですが、我々がお答えしているのは、4月以降、先ほどご指摘があったウクライナの情勢はじめですね、さまざまな状況が考えられます。その状況に応じて何が効果的なのか、これをしっかり考え、方針を決めるということを申し上げています。ご指摘の点だけではなくして、さまざまな可能性、もう何が効果的なのかしっかり考えていきたいと思っています。答えてないですよ。今の時点で予見できるんだから、170円のまま行ったって困っちゃうんだから。ガソリン税の税収見込みを減らすか、補助金をちゃんと設けるか、どっちかしないと予算上お金がないじゃないですか。どっちもやらないでどうやって対策取るつもりかご説明ください。ご心配いただいていることはありがたく思います。今の時点で予見できるんですよ。170円のまま行ったって、あるいはまあ額が多少違ったって、どっちか必要ですから。財務大臣、これ補正予算組めるんですか。補正予算っていうのは、予算作成後に生じた事由に基づきってあるんですよ。あるいは予備費を使うにしても、予見しがたい予算の不足に充てるためって条件があるんですよ。両方満たしてないじゃないですか。今の時点で予見できるんですよ。今令和4年度予算を修正すればいいじゃないですか。お金を備えておいてどう使うかは実際の額見ながら考えればいいじゃないですか。補正予算組めるんですか、あるいは予備費使えるんですか。財務大臣。財務大臣鈴木俊一。今の段階でそれを考えておりません。4月以降の燃料価格の状況などですね、まあ、現時点でまだわからないわけでございますので、まあ仮定に基づいてお答えすることは差し控えたいと思います。その上でですね、トリガー条項の凍結解除については、発動された場合のそのいろいろな買い控え等の反動、流通の混乱と合わせまして、国地方の財政への多大な影響がありますので、そういうこともしっかり考えていきたいと思います。財務大臣、簡潔にお願いします。後藤祐一君。財務大臣、現時点ですでに170円です。予見できる状態にあります。予備費使えるんですか、令和4年度になってから。財務大臣。財務大臣鈴木俊一君。今の段階ではその予備費でありますとか、ましてや補正予算などということは考えておりません。予備費が使えるか使えないかお答えください。この今リットル5円あるいは15円、
こういった補助金のために予備費が使えるのかどうかお答えください。今だってもうすでに170円なんだから、それが190になるか165になるか、それは予見できないかもしれない。だけども170円とかかなり高いところで推移しているのは間違いないんだから、その170円からさらにということは全くですね、今の段階じゃ分かりませんので、仮定の話ではお答えは差し控えさせていただきたいと思います。委員長、後藤祐一、つまり予備費で使えるってことですか。それこれ財政法でね、予備費っていうのは予見しがたい予算の不足に充てるためってあるんですよ。そもそも予算の項目がないんですよ、令和4年度は。その1リットル5円補助するとかいう予算の項目そもそもないんですよ。予備費当てられるんですか。財務大臣鈴木俊一君。何回も同じ答えでございますが、今の段階では仮定のお話にはお答えをしかねます。いやだって予算案を審議してるわけですよ。予備費を使っていいかどうか聞いてるんです。予算案を聞いてるわけだから、お答えできないっていうのはお答えにならないですよ。予備費が使えないんだったら、きちんと今回1リットル5円みたいな予算項目をちゃんと計上すべき、令和4年度予算を修正すべきじゃないかっていう提案をしてるんですよ。で、予備費が使えるか使えないかについて、それは答えてくれないと困りますよ。答える義務がありますよ、財務大臣。財務大臣、鈴木俊一君。4月以降の価格のですね、原油価格の動向っていうのは、まだそれは見極めなければならない段階でありまして、今の段階でも上がることを前提にしてですね、それに予備費を使うとか使わないとか、それはもう仮定の話でございますので、今の段階ではお答えできないと申し上げているところです。つまり予備費が使えるということですか。止めてください。財務大臣鈴木俊一君。委員長、一回止めていただけますか。ちょっといいですか。財務大臣、理論的にはですね、使えるということでありますけれども、しかし、それも含めまして、今の段階で4月以降、原油価格がどう、こう動いていくのか、全く分かりませんので、それは仮定の話で、そういう財政需要が出るか出ないかということであると、こういうふうに思っています。後藤祐一君。予見しがたい予算の不足に充てるためってあるんですが、170円以上になることは予見しうるでしょう。しかもそうなった場合に備えて予算を計上しておいて、で実際にならなかったら使わないことはいくらでも予算はできるんですよ。だからコロナの予算だってそうじゃないですか。コロナの予備費ってのは5兆円も積んでありますけども、それはそんだけ使う可能性があるから積んであるわけじゃないですか。この油の対策だって170どころか190とか200とかいく可能性だってあるわけですよ。じゃあ予備費、財務大臣いくらか知ってますか。使える予備費。財務大臣鈴木俊一君。一般予備費は5000億円でございます。委員長。後藤祐一君。予備費が5000億ぐらい知っておいてくださいよ。でこれ今日朝日新聞の記事でリットル5円から15円にかさ上げするっていうような検討されてるってありますけども、これ15円リットルあたり15円補助すると、私の計算だと今年の12月で114億リットル使ってるんですね。そうすると1700億円ですよ、1ヶ月で。灯油なんかもっと使ってるだろうから、一月で1500とか1700億円使ったら3ヶ月ぐらいで予備費なくなっちゃいますよ。本当に予備費でやるんですかこれ。170円超えるような事態が半年とか続いたら予備費なくなっちゃいますよ。で予備費っていうのはあらゆる事態に想定してまさに予備費として取っとくんですよ。だからこそ予算を修正してこの油対策費用として積んどくべきじゃないんですか財務大臣。なぜそれをやらないんですか。財務大臣鈴木俊一君。繰り返しになって恐縮でございますが、ガソリン税の引き下げをやるとするとガソリン税が減収になりますから、これ補正予算組む必要ありますよね。だけど今の時点で予見できるんですから可能性として。でこれは令和4年度関連予算として、ガソリン税の減収を予算修正して乗っけて、で関連法案として、我々が提出しているトリガー法案を修正してもいいですよ。修正協議をして3月いっぱいで法律通すべきなんじゃないんですか。4月になってから考えるじゃ遅いんじゃないんですか。経産大臣。経済産業大臣萩生田光一君。仮定の話についてのコメントは差し控えたいと思いますが、今の時点でこれだけ予見できるんですから、令和4年度になってからやっぱり補正予算です、これダメですよ。やっぱり予備費です、これはダメですよ。予備費はそもそも額が足りませんよ。ここで令和4年度予算を修正すべきじゃないですか。そのために昨日総理と相談したんじゃない。